はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。とりあえずこの右のまた出てきた大蛇みたいなやつを倒しに行きましょう。ロニクミッシュに現れたものと同じ巨大なヘビと、同じやつ結局倒しきれなかったってこと、それとも別のやつかな。そうだね、ここはちょっと陣形ブレイブライズにしてもいいんだけどちょっとねまだ難しいんだよね。応急効果の確認って何。ああ、これにしようじゃん。やはりまだちょっとここら辺のスタンダードな陣形でいかないとわからん。まあ最初にね召喚をしてくると思うんで、とりあえず攻撃、毒にしておくっていうのもありだからね。そういえばいきなり交流波を使ってこいつを毒にしよう。そこでモンスターが降ってきて、おー毒痛い、ガード、よし。さてどういう順番がいいかな。あんまり順番変わらんか。そうすると C を倒したいね。大爆弾からの先行武器でいいか。強撃、よし、いいね。あれこいつあれじゃん、普通の敵でも出てきたね痛い。毒はね効くんだよね。で本当だったら、スイングダウンで後ろに行きたいんだけど、そうもいかんか。防御してる、刺し殺す。先にこいつを攻撃しておくか。そうか、これでこいつを攻撃しよう。攻撃、凍結弾、おりゃー、これで電撃発動、毒痛い、刺し殺す、ギョエー、しかし毒、治った。で今度は B を倒せばいいわけでしょ。これは一応ちょっと全力でいきたいね。ただ毒にもしておきたいね。先行好きでこっち、ヒールみたいなのあんま強くないからね。毒大爆弾、これで倒せるからね。で電撃が発動して、よし、いいね。こっからね、毒にね、よし、毒マジかし、ドイエーやれた。これ電撃発動するっしょ。これはもらったな、一人の犠牲をもとに。フル使おう。すげえ減った。氷結国っていうのよくわかんない。これで終わりだー。か LP 状況ちょっと確認しないとな。大丈夫かな。
しゃー、これしかアップしないし。オーケーオーケーオーケー、骨編みたいなの手に入れた。ああなるほど、聞かなかったら聞きやすくなるんだ。土の結晶20個、あそうだ、これ結構いろいろ手に入るんだよね。うおー、何これ、めちゃくちゃ戦闘が続くんだけど。ここを入るだけ入ってみようか。こんなところで何をしている。アスワカンへ行きます。四将軍家、ここら辺の、あれ行けんじゃん、もうちょっと待って、ああそっか、別にこれでグラディオン州、なんだどこ行くんだ、ちょっとマジでここも気になるよね。だってこの森、マクリルカリ監視兵、これちょっと違ったよね確か、ホモーアの監視兵だもんね。この森がかなり監視されてんな。どれと敵対するか、ケオブラン監視兵、ふむふむふむ、まあこいつらはさっき言ったやつらだよね。ってことはホモーアの監視兵、こいつら戦おう。押し通る、強引すぎだろま、揉め事を起こすならこいつらもな、今のとこ。そうすると A を倒したいね、 A を。あ、ポリをしてるな。交流派を使ってくる、いやでもしょうがねえわ。内部クラン、くせやん、いってー、うか、順番が入れ替わっている。ウィングダウンしても特に変わんねえしな。こいつもじゃあ防御してんのか。スパイラルチャージ、悩むね。こいつに攻撃を仕掛けた方がいいのか。影縫い、影縫いすると順番が下がるからな。これも基本的に下がるか。ダメージなし、眠り発生あり、眠らせてみるか。槍兵、槍兵、術兵、じゃこっちの防御してるやつにやってもな。でこいつを攻撃して、でこれでやってみよう。果たして有効かどうかわからんけど、アイラベッチャージ、ジョー大徳さんミスった、眠れ、眠った、おりゃ、まあいつ眠ってるからとりあえず動くとく。バンダライズ、スイングは危険だな。バンダライズ、ほらほら、ほれ、おった、おお、
地走り、さらにひらめく、倒したし、なんか調子いいぞ。そうすると、まあ、攻撃を重ねていくと、これは猛気分にしよう。眠ってるやつを一方的に叩きのめす。最高だ、食らえ。おら、ミスりよかった。しかも倒せるし、ちょっとこれは真面目にこうバンドライトを使おう。もう狙い撃ち、まあこれで倒せるでしょう、さすがに。強いね、バンドライト。ゴーリアゴーリアゴーリアーせいやー。ポイントアップ、ポイントアップ。てかまだスキルレベルが上がんないな。全部ダメだし、弱点残なんだ人間系は。おお。やられている。ちょ、大丈夫か。おーおー、待て、放っておいてくださいませって。手ごま、手放すつもりはありませんぞ。あれ、こいつと戦うの。まあオグニアナ LP4 しかないけど、まあ大丈夫でしょう。重要な戦力だからね。え、またこいつらかよ。結構強いんだよね。マインドステア使ってくるやつがいる。ちょっと先に倒してえな。お、ランクアップ、強撃。なんか知んないけど、うわあ、待って、危ねえ。おお、すげえ、攻撃1で使える。これまず強えわ。じゃあこれ全部2のやつ1にしてえな。これはかなり戦術の幅が広がったな。じゃん、連撃発動。交流発ガード。どうだ。お、これで B を倒せば、あ、これマジ強撃強えわ。すげえ強え。じゃあ狙い撃ち、1のやつをじゃあ使ってもしょうがないってこと。じゃあこれ使おう。で、スイング使おう。スイング意味なさそうだね。ロー削り、あ、全部使えるじゃん、なんだかんだで。ハハハハ。でもまあ大丈夫です。せい。まあ決まったな。どこにいた。体験技のスキルレベルが5にアップ、ロール枠が2に追加。おお、いいね。この戦闘でかなりみんな強くなってるぞ。おお、こいつも確かこれ戦闘に出てないやつもヒットポイントは上がっていくんだよね。なんかそんなこと書いてあったような気がする。よし、戦闘開始、これでいこう。今の俺の行く手を阻む者は誰もいない。
じゃあ C だな、まずは。で、ついて、大木山。これで倒してくれるとすげえいいんだけどな。そこまでは、弱くないかな、この兵士も。ほら。なに？インタラプト。アクセルスナイパー。開いたー。どういう状態だったのか分からん。スパイラルチャージだ。 C がスパイラルチャージだな。しょうがない、こいつからできれば仕留めていきたい。うおー、これ後ろにめっちゃ下がるな。マインドスケアで眠らせておこう。 A のやつちょっと一方しいから、できれば眠らせておく。よし、まあいいんですけど、寝ろ。ミスったってやつは寝てるから、バンドライズ使おう。バンドライズってどうだっけ。ちょ、それは使いすぎだな。術師もなんか怖いからな。これレベル上がってくれるとすげえいいんだけど。意外に強くないから。開いた。気合い打ちの方が強い。こりゃー、よし、まだ寝てるね。将来とかマジ怖え。これめっちゃ下がるな、後ろに。先行術だから、まあ将来って、でもあれだよね、霊障が必要になるよね。いきなりは撃ってこないか。いや、でも敵だからいきなり撃ってくるとかそういうのありそうだね。とりあえず倒しておこう。誰を狙ってんの、ハテナハテナハテナがね、ちょっと嫌なんだよね。地場し関節攻撃で、ね、多分解除できるんで。スイングか、カウンター系なんだよね、多分。カウンターとかガードとか、それ地場しで強いな、地場し。おお、ギリギリ決まったか。これはもうバンドライズで決めよう。困った時のバンドライズ。いや、これマジ強い。これ星が減ってくれるとすげえいいんだけどな。お、みんなそれなりにアップしたね。おお、いいねいいねいいね。ちょっとロールをじゃあ付け加えますか。防御中は武器ガードが可能、次のターンの行動中に補正がかかる。あ、そういうことね。行動しなかったやつは多分速くなるっていう。新手がおりますぞ。マジか。なんだこいつらは。お、黒い連中じゃん。戦ってる。おお、混乱に陥った。ああ、グィンディズ家の本拠地なんだこれ。ただの森かと思ったら。まだいるのね。関わらない方が賢明です。
あ、なるほど。こいつとかそのどっか行くまで入れないんだな。ここだって行ったもんね。じゃあちょっともう一つ鉱山的なところがあるんで、そこへ行きましょう。まあ単なる戦闘だとは思うんだけど、戦うだけ戦いましょう。了解。あれ、ここは2000だな。いやしかし強撃が使えるようになった。あ、ロール決めてねえや。ロール、これ超重力って何いきなりわけわかんねえの使ってきてんな。いた。叩くのね、結構強いんだよね。継承が始まった。おお、3ターンか。これ絶対倒せるわ。しかもなんかハテナハテナハテナがあるね。ってことは自爆でこいつを一回攻撃しとくか。あれ、インタラクトされた。仕込み、いけー。叩く栄翔ってことはだよ、こういう毒剣みたいなやつを使ってった方がいいね。で、2のやつを中心に1にしたいから、あ、これはしょうがない。いった、おりゃー。ポイントアップ。そして2戦目、ここしかロールとか決められるよね多分。戦闘準備、ロール。あれ、これどうやって決めるの。ロール1個しか持ってないもしや。こいつ2つ持ってる。あれ、でも2ゴールって1個しかつけらんないよね。あ、こいつはいけんな。回復武器ガードアップ台ネッサ、結局1個しかねえじゃんみたいなまあいいや。ってことはモンドは最初は防御させておこう。変なやつですね。ゴブリン術師か。こいつと商品でいこう。連勝が始まった。3ターンか。ターンはまだ大丈夫かな。そうすると普通にゴブリンを倒したい。ノーケン大ボクさん、あの人いって、死んだやばい。ミスってるし。ちょっと待って、この超重力もやばそうだな。まずはちょっと連撃を決めたいから、やばいやばいやばい、なんかやばい気がする。イードブレイク、
最初の方に覚えそうだけど、かっこいいミドブレイク。2連覇よし、電撃ぬぬぬ、まずいぞこれは。瞬速の矢で倒せはしないよね。素早さダウン効果、これを使おう。交流波超重力、うおお、あっ BQ になって、まあ勝ったから良かったものを。よし、ロール枠が2にアップ。習得している技や術の組み合わせによって新たなロールを覚えることがある。ケオブランの手のものだな、白状しろ。三つどもえになってんのかね、ここは。やっぱり。あとは特に、これといったところはなかったよね。ここがケオブランか。ほうほうほう。で、ここが何なのかだよな。ここがいいよな。ここは？ああ、アスワカへの橋がかかっていた跡地。今は何もないのか。虹の橋。ちょっとここは怖いから。今のうちにアスワカへ。なるほど。あ、追手が来た。逃がしませぬぞ、ウルピナ様。しつこいなあ、こいつは。このデーブが、そしてボス戦っぽい。ちょっとロール、誰だっけ、クイゴールだっけ。2つつけられるけどない。基本的にみんな2つつけられんねん。まあいいか。あれ、なんか変なやつが出てきた。まずは B だね。そうするとゴブリン術戦士、防御防御、毒斬りか。うっとうしいな。長期戦になればなるほど、毒は面倒くさいかな。さっきちょっと強いし、あ、炎症か。そしてあいつがだいぶ後ろに行っちゃったな。こいつも超重力備えてくんじゃねえかよ。交流波はちょっとわたねー。ちょっと毒にしとくか、とりあえず。毒には毒を。うおー、インタラクト差し込み、一点にやられた。これはかなりきつい。よし、とりあえず毒にしてライトニングピアスとか覚えたけど、毒切り、うわー、すごい。これはもう蘇らせられないからな。防御してるけど、このままガンガン攻めよう。あ、超重力のやつもちょっとなんとかしとかないとね。
いって6級とか、うおやばい。あ、そうか、毒はなったのか。どうしようかな、スイングしよう。素早くダウン効果。マインドステアで、こいつ寝ないかな。ミレンダも結構強いからね、寝かせておけばだいぶ楽になるんだけど。ほら、スイングあんま強くないな。お、なんか覚えた。次元弾、次元弾ってさ、一撃必殺じゃなかったっけ。無理でしょ、即死。そういうもんなの。マジで。いや、浮かばれないわこいつ。ウルピナが寝てる間にさ、戦闘終わったよ。次元弾っていう超強力な技を使って、いや敵もって感じだよ。まさに、いや、ホモは上司もまだまだ本番はこれからですぞって言ってる暇ねえだろ。おお、その他がどのような運命をたどるのか私も興味が出てきた。行けるとこまで行くかよかろう。おお、ウイネズケに幸あれ。これで次のマップか。狭いね、次のマップは。まあ見た感じだけど、グラディオン州。なんかさ、また変なうねうねしたやつがいるんだけど、あそこを目指せってこと？じゃあここにセーブして、はい、じゃあグラディオン州だっけに入りましたので、今回はこれで終了したいと思います。まあなんか最後のボス戦マジでえってなりましたけど。まあこれが佐賀の戦闘っていうことか。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。